ブラジル文学では、ブラジル連邦共和国の文学について述べる。以下の時代区分は、田所清勝、伊藤渚社会の鏡としてのブラジル文学、文学史から見た、この国の形を参考にしている。新大陸征服者による、文学1500年に、ペドロ・アルバレス・カブラルが率いるポルトガルの艦隊が、ブラジルを発見し、 カブラルの船員の一人だったペロバスデカミーニャが書簡を表したところから文字によるブラジル文学の歴史は始まった。この時代の文学はポルトガル人をはじめとするヨーロッパ人による気候などの情報文学とイエズス会誌による教理文学に対別され教理文学においてはインディオのカトリック教会への改修を目指した劇作を行ったジョゼデ・アンシエッタなどが活躍した。 バロック主義、グレゴリオでマトスゲーラ。ブラジルにおけるバロック主義は、ベントマヌエルデテーシェーラの擬人法によって始まりを迎えた。キリスト教精神の復興特徴とした、バロック文学においては、地獄の口とも称された風刺を得意とした詩人の、グレゴリオでマトスゲーラと、説教集で矛盾に満ちたブラジル社会を描いた。 イエズスカイ氏アントニオ・ビエーラの名が特筆される。新古典主義18世紀に入ると、古典主義と自然への回帰を胸とした、新古典主義がブラジルにも導入された。新古典主義期の文学者としては、クラウディオ・マヌエル・ダ・コスタ、マリリア・レデ,ディル・セウで、大衆からの人気を博したトマス・アントニオ・ゴンザーが、シルバ・ールバレンが、オウラグアイで、グアラニー戦争を歌った。 バジリオ・ダガマ、カラムルーで、インディオへのキリスト教布教を正当化したサンタリタ、ドゥランなどの名を挙げることができる。ロマン主義、アルバレスでアゼベード。ナポレオン戦争による1808年の、ポルトガル王室のリオデジャネイロ移転1822年の、ブラジル帝国の独立と、政治的な独立の達成に続き、知識人が、 文化的な独立を求めていたブラジルにも当時、ヨーロッパを接見していたロマン主義がもたらされた。ブラジルにおけるロマン主義の導入は、1836年に、詩人ゴンサウベス・でマガリアンイスが、パリーで刊行されていた雑誌、ニテロイに発表した、詩的ため息と、教習スースピーロズ・パウエティコス・イーサウダージスにその起源を遡る。ブラジルのロマン主義は、 シャトーブリアニア・ラマルティーヌ、ビクトル・ユーゴーなどフランスの影響が強く、ヨーロッパのロマン主義の中で理想化された、中世の騎士はブラジルには存在しなかったため、中世の騎士の代わりにインディオを商用するインディアニズムの潮流が生まれた。死においては導入者となった、ゴンサルベスで、マガリアンイスの他に、 インディアニズモやブラジルの大地への愛にあふれた施策を行ったゴンサウベス・ジアスが第一世代として挙げられる。続く第二世代としては国民主義的観点やインディアニズモから離れて苦悩する自我の内面を描いたアルバレスでアゼベードや幼少時代を日として描いたカズミ色であぶれウ自然を描いたファグンデス・バレーラーの名を挙げることができる。 19世紀後半の奴隷制度廃止運動に積極的に参加したカストロ・アウベスはさらに続く第三世代である。ブラジルの小説文学はジョアキン・マヌエル・デ・マッセードがブラジル最初の大衆小説小麦色の娘を出版したことによって始まりを迎えた。ジョゼ・デ・アレン・カールはブラジル語の創造とブラジル文学の文化的独立を目指しながら創作を続け、 地方主義やインディアニズも小説の傑作となる多くの作品を表した。イラッセマやグアラニーなどはその一例に過ぎない。その他にも奥地を描くことに専念し、ジョドレイ・イザウーラで奴隷性廃止論をも主張したベルナルド・ギマラニスや地方主義的な観点から、長髪の男で北部のカンガセ聖ロを描いたフランクリン、ターボラ。 イノセンシアで詳細な風景を描写したトゥネー死者クなどの名をロマン主義小説家として挙げることができる。正当なロマン主義からはわずかに距離を置いた地点では、後の写実主義に通じる、ある在京軍曹の思い出で、リオの上流階級を写実的に風刺し、監修小説を創造したマヌエル・アントニオ・デ・アルメーダの名が特筆される。擬曲においては、多くがヨーロッパの模倣や、 自家輸入の域を出なかったが、マルティンスペーナは、ブラジルの現実に即した大衆的な劇を削撃した。写実主義、自然主義、高等主義、マシャード・デ・アシス。ブラジルにおけるロマン主義は1871年のカストロ・アウベスの死によって終わりを遂げ、1881年に発表されたマシャード・デ・アシスのブラスクーバス死後の回想によって、 本格的な写実主義が導入された。貧しい村アートの出身から、ジャーナリスト、公務員と編歴を重ね、ブラスクーバス死後の階層を、ドン・カズムーロなどのブラジル文学史に残る傑作を表した。その他にも、寄宿学校で印象主義小説を展開したラウル・ポンペアの名を挙げることができる。ヨーロッパでは、写実主義の延長上に、 自然主義が生まれたが、ブラジルの自然主義は、アルイジオ・アゼベイドのオムラートの発表によって導入された。アゼベイドは、文学の中で、社会告発を行い、百見長屋で、リオのコルチッソを描いた。高等主義は1922年の近代芸術週間開催までブラジルの分断を、牛耳った。ギリシア、ローマ的な題材と、 形式主義を重視した、高等主義からは、熱狂的愛国詩人のオラーボビラックや、アルベルト・デ・オリベーラ、ライムンド・コレーアのサンバ・ガラスが分断に影響力を及ぼした。象徴主義反主治主義と主観主義に特徴付けられた、象徴主義は、高等主義が分断を支配したブラジルにあっては、周辺的な文芸主張に過ぎなかった。黒人詩人クルスイ・ソーザの、 エンダテ、ミサテンションをもって、ブラジルの象徴主義は始まりを迎え、宗教性を特徴とした、アルフォンスス・デ・ギマランイス、リオグランデ・ドスル州の象徴主義運動を牽引した、エドアルド・ギマランイスなどが活躍した、全近代主義、エウクリデス・ダクーニャ。1九百年から九百二十年にかけて、高等派や、象徴主義に対して批判性を帯びた多様な、作家集団が、 潮流をばっこした。この時代の混沌とした様子を指して、アルセウデ・アモローゾ・リマは、学問的分類の観点からこの時代を全、近代主義と名付けた。このように名付けられた潮流の中からは、カヌードス戦争を取材し、実証主義的、進化論的な観点から、政府軍がアントニオ・コンセリエイロ率いる反乱軍を征服する、様子を描いた、奥地を表した。 エウクリデスだ、クーニャや、実験的な論文小説、カナアンを書き上げたグラサ、アラーニャ、ポリカルポクアレズマの悲しい最後のような風刺的な作品を残したリマバレット、ブラジル児童文学の傑作や、内陸部のカボクロを、それまでのロマン主義的な美化から離れてソヤに描いた、ウルペースなどを表したモンテーロロバート、ガウーショ短編集などで後にリオグランデとする、 周知法主義文学の創始者とみなされたシモギス、ロペスネト、影のモノローグなどで汚れた詩を作り、批評家から酷評されながらも、大衆からの支持を集めたアウグスト・ドス・アンジョスなどの名を挙げることができる。近代主義1922年2月11日から17日までの1週間の間、コーヒーブームによって、ュトリオをしのぐ勢いで繁栄していたサンパウロで、 近代芸術週間が開催された。アニータ・マルファッチやディ・カバル・カンチなど、ブラジル近代主義の先駆けとなった画家をはじめ、マリオ・デ・アンドラーデ、オスバルド・デ・アンドラーデ、メノッチ・ピッキア、グラサ・ア・ラーニャなどの作家や彫刻家のビクトール・ブレッシェレ、音楽家のエイトル・ビラロ・ロボスなど、前衛的な芸術家が一堂に会した、この催しでは、 それまでの芸術主張への猛批判がなされ、以後のブラジルの知的活動のあり方に多大な変革をもたらした。当初ブラジルの近代主義は美学的な観点のみを問題にしていたが、1924年にオスバルドでアンドラーデがパリで発したコミュニケにより、ブラジルの近代主義はブラジルのナショナリズムをも視野に入れた文化運動となった。 近代芸術習慣を演出したオスバルドでアンドラーデはパウ・ブラジル運動や食人運動など近代主義を牽引しながら原始主義を創始した。ジョアン・ミラマールの感傷的回想録などオスバルドでアンドラーデの小説はそれまでの形式との完全な断絶が目指されている。同じく近代芸術習慣を演出したマリオでアンドラーデはサンパウロをテーマにした詩を、 多数残し、小説においては、マクナリーまで、原始主義に近づいた。カシアーノ・リカルドはトロピカリズム溢れる詩を残している。1920年代の詩においては、簡略さを追求した文体を確立したマヌエル、バンデーラ、ブラジル発の成功した、女性詩人となったセシリア・メーレス、マリオ・キンターナ、宗教性に回帰した、ジョルジェ・デリマとムリーロ、メンデス。 愛をテーマにした、ビニシウスでもライス、ノーベル文学賞候補にもノミネートされたカルロス、ドゥルモンでアンドラーデの名を挙げることができる。1930年代の小説は、インテグラリズムや、共産主義などの政治イデオロギーや、本格的に立ち現れた、地方主義によって特徴付けられた。1930年代の小説は、直接的には、ジョゼ・アメリコであるメダの サトウキビの絞りかす置き場に起源を持ち、司法主義を擁護し、サトウキビをテーマに据えた、ジョゼリンス・ド・レイゴ、ラケル・デ・ケイロス、サンベルナルド、ひからびた生活で、北東部を描いたグラシリアーノ・ラーモス、シーロ・ド・ス・アンジョス、ネズミたちで金作を、真正面からテーマにしたディオネイリオ・マシャード、超大作、ジト、風を残した、リオグランデド・スルシュ出身のオエリ・コベリッシもそして、 サハの作家として、前期は、カカオ、果てしなき大地などで、プロレタリア文学を試み、後期は、長寿と日記のガブリエラ、フロール夫人と二人の夫で、政治から離れ、アフリカ系の伝統文化にも近づいたジョルジェ・ア・マード、などが活躍した。新近代主義、ポストモダン1945年に、トリースタン・アタイデによって、新近代主義、ポストモダンと呼ばれる。 新たな死の潮流が生まれた。この潮流からは、ジョアン・カブラル・デメロネトやアルフォンス・デギ・マランイスが活躍した。1952年には、アウグスト・デ・カンポス、アロールド・デ・カンポス、デシオ・ピニャタリラによって、具象死と呼ばれるジャンルが提唱された。1960年代には、フェレーラ・グラールが活躍した。一方、 1950年代から1970年代にかけての3文においては、大いなる奥地、小径で、魔術的リアリズムを追求したジョアン・ギマランイス、ローザ、ジョゼ・ジェーベイガ、グアイアナン一族のベニート、バレット、アリアーノ・スワスーナ、ジョゼ・カンディード・デ・カルバーリョ、ジョアン・ウバルド、リベーロ、ルベン・ホンセカ、リジア・ファグンデ・ステレス、ダルトントレビザン、 クラリセ・ディスペクトール、アントニオ・カラード、フェルナンド・サビーノ、エルベルト・サーレス、カルロス・エート・ール・コニーなどが活躍した。ブラジル北東部や北部には、市場などで紐で吊るされた冊子として、販売されているために、コルデルの文学と呼ばれる民衆の文学が存在する。コルデル文学は、ギターの伴奏とともに弾き語られたポルトガル語の4行詞。 あるいは11行詞を文字に起こしたものからなっている。北東部文化研究の素材として目をつけた外国人研究者によって研究されているが、ブームとなったために偽物が出版されるなどトラブルも起きている。ブラジル文学にも日本文学にも聖書としては位置づけられてはいないが、1908年のカサトマルハクに、 ブラジル移住の歴史を遡る日系ブラジル人は移住先のブラジルの大地でも日本語を用いて創作活動を行った。移民や戦中経験の苦労団などを主な初期のテーマに持ち、地平線、文化、コロニア文学、コロニア史文学などの雑誌に日本語文学が寄稿された。ありがとうございます。